いよいよだ。今日こそお前の息の根が止まる日だ、サイヤ人よ。お別れは済んだか、サイヤ人。次はお前がそうなる。知らないはずだ。よくすれば起動できるか。よし、私とやるつもりか。勝てぬと知りながら無駄な抵抗をやめぬとは、サイヤ人は本当に面白い。あの娘と同じところへ、すぐにお前も送ってやる。愚かな人間には死こそが。貴様、よくも、よくも。誇り高き戦闘民族の最後にしては無様だな。消えるぞ。終わらせてやる。どこへ逃げた。どこへ。完全に消えている。おめえ本当にオラそっくりだな。ごきげんよう、孫悟空。おめえが何者なんかわかんねえけんど、まあ、いや。おめえ強えんだって。相手してくれよ。光栄ですね。私もこの体で君と戦ってみたかったんです。は？どういうことだ。君が知る必要はあります。おめえの力まだまだこんなもんじゃねえだろ。嬉しいですね、君に私を評価していただけると。スーパーサイヤ人、今度はこっちの番だ。おいしろ。
しい。これがスーパーサイヤ人孫悟空の力ですか。おめえオラみてえだな。強い相手だと若くすんか。無理よ。気が高まった。戦闘民族最強戦士の力を見せてもらいます。どうしたんです、悟空様。俺と戦った時の力をなぜ使わないんですか。最初から本気を出さず、カカロットの悪い癖が出た。何探ってんだ。そちらこそ待ってんだよ、おめえのフルパワーを。焦ることはありません。もっと楽しみましょう。おめえをフルパワーにさせるぐらいオラが頑張らなきゃダメっちゅうこと。行くぜ。もうそのところで、素晴らしい。この痛みがまた私を強くする。なんか気持ち悪いぞおめえ。あいつまたパワーを浴びた。タイムマシンか。あれで時を超えてきたのか。どうなってんだ。これは時空の歪みが元に戻ろうとしているのか。いつの間に懐に入れれば、こいつ以前かかると言われた時にパワーアップしていやがる。だがスーパーサイヤ人ブルーの前には無理だ。同じ顔したやつが嫌なことなのに、なんてことしたな。特殊の時のベジータの気持ちが分かっせ。悟空さん、所詮は人間。あの口ぶり、ブラックの正体はやはり神、サガスなのでは。やっぱそうなんかな。なんだ今の感じは。どうだこの色。三国へよ喜ぶ。お前は美しさの頂点へ至るんだ。おめえ何言ってるか全然わかんねえぞ。所詮は人間。俺が奏でる言葉の気高さを理解できるはずもないのだ。俺の志も美しさも俺という存在の全てはただひたすらにここを。ラック方向を見て話をしてやがる。出るがいい。我が刃。あっ、先ほどお前を。よし、じいちゃん頼む。今の悟空が言ってた、ダメだ私を窮屈するってどういうことだ。人間不全にはたどり着けないかと思う。お前も味わってみたいのではないか。ああ、
そこまでです。約束したはずです。孫悟空のとどめは私が刺すと。サマス。君に会いに来ました。おめえがブラックの仲間だったとはな。仲間ではありません。同志といったところでしょうか。どっちにしろ、オラたちの敵っちゅうことに変わりはねえ。もうすぐ、私が望む世界が実現しようとしている。私が望む正義の世界が。何言ってんだ！その正義の世界に人間は必要ないのです。おめえたちの思い通りには絶対勝てねえ！行くぞ！人間の中にも、神に苦しを振るう品性のかけらもないサイヤ人は、この世界には特に不遇な存在なのです。なんだと！甘い。孫悟空は私の獲物のはずだが、この体があいつを欲しがっている。その欲望は止められそうもない。まあいいだろう。精神の未熟さと反比例し、強大な力を得てしまった世界最大のダサくサイヤ人。そんなサイヤ人を二人で殴り滅ぼすとしよう。おめえら嫌な奴らだな。今度こそお前を、お前たちを倒してやる。悟空さん、俺も戦います。くだらない相手じゃねえぞ。覚悟はできています。よし、俺たちの力を見せてやった。神の不届きに何？何？何？サイヤ人め。治った。バカダメだ。これ泣いておらわ。神の偉大な贈り物である知恵を、私利私欲のために利用する愚かで野蛮な生命体が、
お前たちの勝手な価値観で人間を侮辱するな！ファイナル！クラッシュ！終わりだ！なんだと？この不死身の肉体、これぞ神。この私にふさわしい最高の体。サイヤ人の正体はあるんだ。君たちの無駄な強さ、この肉体に偉大なる不死身さがより引き立つこと。最大級の技を放て、自分たちの無力さを痛感しただろう。お前たちサイヤ人の攻撃など、所詮神の前では無理。まだ私と戦う意志がある。己の無力さを守るまで何度も見てみよう。もう俺には打つ手がないというのか。あいつ攻撃が効かねえんか。はい。孫悟空、そしてトランクス、君たちの成した神に対する数々の無礼、その向こうを身をもって味わうがいい。かねえ、ごめん、まずくずるもの。くじみとかずるいぞ。人間なき世界のために必要な力です。終わりにしよう。終わりだ、サイヤ人。ベジータ、まだそんな力が残っていたとは。貴様から得るものは何もないのかが、まあいいだろう。やってみせる。こいつを封印してしまえば。もしかしてタスクが来る時間を稼いでいるのか。だとしたら、こっちだ。くらえ！俺たち人間を、人間を何と無様な姿だ。仕方が、人間どもよ、我々の輝きにひれ伏すのだ。我が何をする気だ。感じるぞ。
罠に一つに二つの力が溶け合っていく。無限に強さを高める肉体と不死身の体を、心地よい我が身に満ちるこの力、まさにこれこそが正義。なんという気だ、トランクス、エルマ隊長。途中か、途中か、途中で進むな、早く行け。おじさん、さすがだな、いいとこあんじゃねえか。我が姿は正義、貴様に言われるほど触れちゃいない。小さかしいサイヤ人どもめ、神の光の力を見せてくれよ。この身で世界を照らす太陽なり。ベジータ！バカな人間どもは、自らの弱さは認めなサイヤ人でも、なんだ、我が神の偉大なる力を。絶対の、ベジータ！俺だ。何だと、神に触れようとするその卑しい心で、それが罪なのだ。神は見下ろすもの、お前たちが軽々しく触れてはいけない存在なのだ。にもかかわらず、お前たちが我にもたらした数々の屈辱、死に値する罪だ。裁きの刃、死に値する、我が正義が宇宙を満たす。今日、この日、この時より宇宙に新章が始まる。その歴史に刻む名はザマス、永遠の正義を歌うものだ。まだ死にたい奴がいたか。トランクス、どうぞ。私に気づかぬ愚かな生命体が、俺は諦めない。新しい世界を作るのはお前じゃない、俺たち人間だ。その傲慢が過ちなのだ。まだだ。気づきな人間よ、滅びを甘んじて受け入れも、そのしぶとさだけは本気だ。お前の好きには、我が大いなる力、聖なる激凛、みんなの願いをこの一撃に込める。ギャリックオー、呂釈な人間どもめ、消えろ。
父さん。さらせおめえの怒り全部消してやる。正義の光よ、我を撃て。悪を滅せぬ弱き神は不要なり。ベジータ、力貸してくれ。出たらばよ、オラたちも打開するんだ。叫んだ。はい、など、二度とごめんだ。オラたち二人が打開して力を合わせるグレーでねえと、あいつをぶっ倒すことはできねえ。ねえだって分かってんだろ。チャンクス、信じてくれ。あ、はい。海王神でないものに対する合体効果は1時間しか持たないのと。いいことは1時間で仕込むだな。くそ、1時間耐えてやる。ほらよベジータ、1時間耐えてやる。よっしゃ。何者だ。お前が一人になったからこっちも一人になったのさ。俺はベジータとカカロットの合体、ベジットだ。そしてこれが変身で神にかなうと思うな。さあ決着をつけようぜ。またか、人間をまたぐのか。人間は常に神を模倣する。なぜだ。神が偉大なゆえか、神が美しすぎるゆえか。しかし悲しきかな、哀れぬべきかな。神が行えば善となることも、人が行えばこれ皆悪となり罪となるのだ。すまねえな、ガラ空きだったもんでよ。さあ来いよ神様、おめえの理屈は聞き飽きた。さっさとひねり潰してみな。すまねえは聞かぬぞ、人間。おじさん、神の力はこれっぽっちか。もう嫌だな。おめえ痛えのか。不死身なはずだろ。そう、我は不死身だ。
不死身の我に敗北はない。お前を倒し、全ての人間を消し去り、永遠に汚れることに世界の夜明けをもたらすのだ。それはどうかな。おめえはもう不死身じゃねえし、人間をゼロにすることもできねえよ。合体した今、お前の体にはどうしても残っちまうんだよ。孫悟空という人間がな。本当に愚かだな、人間というものは。孫悟空が我が体に残る。そうだ、それが我が望みだ。お前は人でありながら神をむしろに力を得てしまった。お前はこの宇宙を築いた神々の失敗の象徴なのだ。さればこそ我は孫悟空と一つになることで、人間にすると神々の失敗をこの身に引き抜けたのだ。これぞ神の務め。ああいえばこういうだな。おお、これがすべて。見ろ、これが神だ。くたまりきやがれ。まだ1時間経っていませんよ。合体を維持する力を使い果たしたか。消えろ人間。また貴様か、トランクス。さあ次は誰に助けを求める。過去か、未来か。この弱さゆえに俺はみんなを助けるために戦い、みんなに助けられて生き延びてきた。俺は俺と助け合って生きる。それが俺たち人間だ。星に生きるみんなの木の光だ。感じる。みんな頼む、俺にもう少しだけ力を。いくぞ、みんな。サバイジを倒す。自分一人の正義に浸るお前に、俺たちの生きる思いを潰させるものか。